を全身で浴びながらのんびり過ごす夏フェスシーズン到来、イエーイ。今回はナイロニスタ千夏さんから届いた質問、フェスに行くなら都会派山派にお答えします。今まで都会のフェスに2回行ったことあるんですけど、私はとにかく暑いのがもう本当に嫌いで、もうバテちゃってすごい大変でした。だけど野外で音楽を聴くのも楽しいので、今年はフェスに行くなら自然の中で開催されるフェスに行きたいなって思います。それから山フェスに行くならやっぱファッションもこだわっていきたいなって思っています。今まではもう本当にパンツにスニーカーみたいな動きやすい格好で行ってたんですけど、もともとなんか緩いヒッピースタイルみたいなのがすごい好きで、海外のフェススタイルみたいにタトゥーペイントとかしてフェスならではのファッションを楽しんでみたいなって思ってます。今年開催される中でナイロニスタ必見の夏フェス3つを紹介したいと思います。誰もが一度は名前を聞いたことがあると思うんですけど、有名な夏フェスといえばやっぱりフジロック。今年も7月24日から3日間新潟にある苗場スキー場にて開催されるこのロックフェスは、もう世界中から多くのアーティストが参加されますね。今年で20周年を迎えるということでとても注目されていて、ジェームス・ブレイクやシガー・ロス・ディスクロージャーが出演したりします。音楽を楽しむのはもちろんですけど、テントでのキャンプ生活もこのロックフェス魅力の一つで、でも私はベッドで寝るのが好きなのでホテルに泊まりたい派です、あと食べ物が美味しいってよく聞くので何かトライしてみたいと思います。2つ目、スウィートラブシャワー。山中湖で開催されていて、富士山を眺めながら山中湖畔という絶景のロケーションで開催っていうのが大きな話題となった人気音楽番組のスペースシャワーチャンネルの夏フェスです。今年はアジカンとか、あと木村カエラさんとか水曜日のカンパネラさんが出演するので、邦楽ロック好きな人にはとってもおすすめです。世界遺産にも登録された富士山を眺めながら音楽を楽しむなんてとっても贅沢、ちょっとしたプチ旅行にもいいですね。3つ目、サマソニー、イエーイ。これは都会フェスになるんですけど、海外アーティストもたくさん来るのでやっぱ今年も気になってます。去年も行ったんですけど、まあ、とても楽しかったので今年も行けたらいいなと思ってます。海外からだとレディオヘッドやアンダーワールド、国内からだとサカナクションやザ・イエローモンキー。国内外の人気アーティストが出演することで最もお得と言われる夏フェスと言われているそうです。東京と大阪の2カ所で開催されていまして、電車でサクッと行ける距離なのでとても魅力的ですよね。ステージも野外と屋内のステージがあるので飽きることなく過ごせる大型フェスティバルです。それでは以上、ナイロニスタにおすすめの3つ紹介しました。今年の夏は音楽&ファッションを楽しんで最高の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。それでは以上、モコでした。バイバーイ。